おはようございます。無職旅です。2018年3月16日時刻は8時9分。今日は朝からお出かけしてきます。大使館です。日本国大使館です。マーシャル諸島のことを教わったり、無職旅のアピールをしてきました。すごい面白かった。9時53分、宿に帰ってきました。ご覧の通りすごく天気がいいので、今日は出かけるの楽しみです。まずは宿で、ご飯食べたりブログ書いたりします。宿にくっついてるレストランで、改めてちゃんとした朝ごはん、ピッツァです。宿に戻ろうと思ったらドアが鍵かかってるんですけど、まあ待ちます。ゆるい。すごい大雨でございます。理想とは程遠いんですけど、和菓子できました。ほとんどあんだんごですけど。で、こちらを宿の皆さんに、プレゼントしようと思います。喜んでくれるといいのですが、ジャパニーズスイーツ。食べて。Same taste. Yes, yes. And I eat some then. Sweet. Sure? Good. 美味しい。あ、そう。よかった。Thank you. Please, 皆さんで。はい。じゃあ、さようなら。Hello.これ、これジャパニーズスイーツ、皆さんで。うん、そう。これ。うん、ありがとう。食べて。おいしい。グッド。あ、thank you。本当かな。なんでいぶかしげなんだろう。あ、いいの。グッド。こわごわ食べてる。オッケー、グッド。あ、よかったよかった。どうも。あら、どうも。ありがとう。さよなら。まあ、現実はこんなもんだと思います。ああ、しまっちゃった。入れない。作りしてて出かけないでセーフでした。時刻は16時45分もう夕方ですよ。が、本日の、マーシャル諸島マジュロ散策、これより開始いたします。雨も止んで、いい天気、気持ちいい。宿の近所すぐ内海でしたね。あのラグーナ、昨日教わったんですけど、マーシャル諸島で人気のスポーツはバスケとバレーボールだそうです。ここはベンチがあってちょっとまったりできるようになってますね。後でまた来ましょう。まあ、ご覧の通りあまり派手さはないんですけど、治安もいいのでのんびりリラックスして散歩できて、とってもいい気分です。マジュロ散歩中です。あちらはガソリンスタンド。ガソリンは日本より高くて
リター100円台後半するみたいですね。